が家族のお父さん役をやらせていただきます子供役ナース役の須田です。佐川です。する田原だよ。よろしくね。私とお友達になってくれるかな。いいよ。ありがとう。愛理ちゃんと友達になれて嬉しいな。これを見て。今の私気持ちは愛理ちゃんと一緒だからニコニコマークだよ。愛理ちゃんの気持ちはどれかな。これ。やった、ありがとう。一緒に検査頑張ろうね。これはお友達の印のシールだよ。あげる。ありがとう。友達ができてよかったな。軽症の子供は言葉によるコミュニケーションが苦手な場合が多いというか、客から入ってくる情報に対してはよく理解することに優れている視覚優位と言われています。なので先ほど使用したフェイススケールなどの絵カードや言葉カードなどの目に見える情報、視覚化を用いると効果的です。